ラーバンコミュニティ、アーバンコミュニティとは、1915年に、アメリカ合衆国の農村社会学者、C.G. ヤルビンが、南北戦争以降、産業資本等が大都市に集中し、農村社会が孤立した状況に対して、都市社会と農村社会との融合として定起したコミュニティの観念。ラーバンは、ルーラルとアーバンの合成後、都市的状況と、農的、 自然的状況が共生する、新しい生活環境像を積極的に模索、検討しそれを具現化しようとするものを、日本では、ラーバンデザインと呼んでいる。これは人、物、機能における都市的要素と農村的要素の混在の容認、需要と混在する、それらの連携、補完による共生を基本的な資座としている。日本建築学会、編、ラーバンデザイン。 都市農村のまちづくりによると、ラーバンという言葉は、都市と農村の混在、混住地域の状況を示し、両方の利点が生かされた良好な生活環境となり得る地域づくりへの取り組みや課題、法整備への提言として、多くの問題を抱えている混在、混住のエリアを積極的に可能性を評価して位置、づけ、それをラーバンエリアと呼び、 その計画、デザインに関して発信することを、ラーバンデザインを大きな目標としているとされる。そしてラーバンエリアでの街づくりの取り組みを収集しそれらを紡ぎすり合わせて、ラーバンデザインというもののありさまを明確にするという試みから、日本建築学会の農村計画委員会で、農村計画、ラーバンデザイン省委員会が設けられている。ありがとうございます。